ありがとうございます。関西からありがとうございます。ジャムネも関西だもんね、出身。そうなんです。私は大阪に21年いました。21歳までいまして、23歳の年まで行ったのかな、うん、で、上京しまして、うんうんうん、で、東京でジャムニーと出会いまして、うんうん、嫁ぎまして、嫁ぎの、うん、で嫁パン C の、今千葉に、はい、いると。ヒトパン工房というお店をやっておりますね。そうですね、加藤さんが回ってますねということで。そうなんですよ、先週は回ってなかったんですよね。なんか先週原因ははっきり分かってて、うん、ジャムネーが笑うたびにろうそくの火が揺れて、この熱風がこう上にちゃんと上がらなかったっていう、そういうオチですね。ね、このキャンドルがちょっとぼやけちゃってるんですけど、キャンドルがついてまして、その火で熱がね、上昇気流が起こって、それで回るんだよね、この仕組みは。でもなんかたまにつけてても調子悪い時はありますよね。うん、ちょっと今手動で手動でやってまして、あんま近くで笑わないようにしないと。これ逆回転じゃない？あ、やっぱそうかな。なんかこっちに先回す気がする。結構ね、すごい斜めになっちゃってて、まっすぐにしたいんだけど、まあ、自然と置いとけば、自然にこっち回りになってますね。あ、じゃあごめんなさい、こっちです。置いとけばそのうち回りそうな気がしますね。はい、そうですね。はい、皆さん今日お休みですかね。今日祝日なんだよね。今日は祝日ですね。今日は何の日？今日は、うん、そういうの全然遠い。何だったっけ？文化の日じゃない。何だっけ？パンの日？パンの日じゃない。いい兄さんの日じゃない？いい兄さんの日？昨日いい夫婦の日だったんでね。そうだよね、いい夫婦の日でしたね。はい、皆さんは何かいい夫婦の記念日やりましたか、うん、ね、ご夫婦ご結婚されてる方は何かそういうイベントごとあったんでしょうか。うん、うちは何もなかった。何もなかったね。でもまあまあ一緒にいたよね。そうですね、一緒にいましたね。まあ、一緒にいることが多いもんな。そうですね、ちょっと調子が悪いですね。ちょっと、ね、手動回しをちょっとたまにしましょう。やっぱ喋るとダメなのか。今日はいい兄さんの日ということで。違うと思いますね。あ、違う、いい兄さんではないですね。うん、今日は何の日だった。見て、カットさん、ねえ、カットさんがねえと、ねえと、あ、かよわいさん、こんばんは。先週かな、引き続きありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日は何の話をしますか。今日はじゃあ世界平和についての、世界平和について、すげえ壮大なテーマですね。それはちょっと無理かなとか言って、そう、うん、まあパン屋さんから世界平和をと思ったら、うん、そうですね、うん、まあ小麦の、じゃあ宇宙人はいるのかどうかの話。テーマがテーマよ。みんな体積減っちゃうよ。そんなこと言ってた。減った。うん、減っちゃうよ。ダメか。うん、そっか、うん、あのパンの質問とかもね、あればコメントでいただければ、ね、あのパンの専門家としてジャムネーが答えてくれるので、わかる範囲で、はい、お、いると思うって、え、いると思う、かっちゃんが宇宙人がってことですか。宇宙人がでしょ。いや、でもあの私たち広げるその話。いや、はい、あの見たんですよ。あ、それ大丈夫、また視聴者減るんじゃない。やめとくか。あ、見た、宇宙船を見たってやつね。宇宙船を見たんですよね、うん、いや、これは本当リアルな話なんですけど、これ、ね、市川に引っ越す前に、うんうん、あの船橋に住んでたっけ。船橋にそういて、明らかにもうあの星でもない一等星みたいな明るさの、うん、星がですね、うん、なんかビルのあれ何階建てぐらいの高さぐらいにあったんだっけ、分かんない。でもまあ空の上にいたよね。空の上でビルだとどれぐらい、20階とか30階とか星みたいな、そんな高さでもないところに、うん、一等星の星があったんですよね。
で星だったらね分かるんですけど、また焚いたりとかするじゃないですか、うんうん、なんか動いてるんですよね、うん、深夜2時ぐらいだよね、1時か2時ぐらい、あそんな時間だったっけ、確かそのぐらいの夜だったと思う。ちなみにかっちゃんから、うん、宇宙人はパンを食べるんですかねって来たよ。宇宙人はでもパンはやっぱ美味しいんで食べたら気に入られるような気はしますね。あ今まで食べたことないから、もしいやもう食べてるかもしれないですけど、普通にいて宇宙人は生活してて、あもうこの地球上にそうですねいて、もうすでに食べるものを食べてたら小麦は食べてると思うんですよ、うん、まあ確かにな、地球人と同じものを食べてたとしたら確実に食べてるよね。そうです、ただ食べてなかったとしても多分あの美味しいので気に入っていただける自信はありますね。なるほどねはい、もし食べるとしたら宇宙人にも気に入ってもらえる自信が一パンにはあると。そうですね、まあ一パンっていうかパン全般。なるほど、あのまずいパンってないじゃないですかと言って、うん、まずいパン食べたことありますかね。そんな経験ある方はいらっしゃるんでしょうか。あ今までパン、うん、このパンまずってなった時はことがあるか。そんなことパンでまずいなんてあんまり聞かないっていうかまあまあ言っても食べれると思うんですよね。なるほど、ってことはじゃあ宇宙人も大方好むか、うん、もう人どんどん減ってませんか、大丈夫ですかでその宇宙船を見たっていうところで消えたんだよね最終的に。あそうなんですよ、プッて消えちゃって、やっぱ星じゃなかったみたいな感じで、うん、それがね1回じゃなかったんですよね、同じ場所でね。いや位置変わってたよあれ。本当、うん、まあはっきりとは、ね、方向は大体一緒で、方向は大体一緒で、いろいろなんか何かが反射してるのかとかなんかね、いろいろ見たけど、いやそれらしいものはなくて、でまあ、船橋だったんで船ポーって名付けたんですよ安易安易すぎるネーミングだな、うん、今日も船ポーいるみたいな感じで、うん、ただもう引っ越ししちゃってね、もう船ポーを見ることもなくなってしまったんですけども。そうね、まあちょっと分かんないよね、まあ何かは、うん、そうですね、うん、でも星じゃなかったねっていう、何かの光だったのか、うん、なみたいな、ドローンとかだったんじゃん、ドローンとかだったのかな、ドローン飛ばしてたのかもしれない、まあ、動いてましたもんね、うん、ふよ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 、まあ、そんな感じですな、うん、そうですね、クリスマスに向けて何か、はい、あれケーキ出してるんだっけ、一晩ではケーキを出してますね、クリスマスケーキの予約が、うん、もう結構開始されてまして、で今年は3種類だよね。そうですね、もう続々と予約が入っておりますので、もしご興味がある方はレジで聞いていただいてもいいですし、LINE とかで問い合わせていただいたり、DM で問い合わせていただいても大丈夫ですので、お待ちしております。クリスマスケーキは残念ながら今年が最後なんだよね。そうなんですよ、今年が最後となりまして、ごめんなさい。ごめんなさい。悲しみの声もたくさん来ておりますよね。そうですね。結構やっぱり技術プラスアルファ、国産小麦で作ってるので、やっぱり小麦の力が強いんですよね。小麦が、あ、そうか、シフォン、クリスマスケーキの、はい、土台になるシフォンの部分は。はい、小麦で焼いてるわけだ。もちろんですね、うんうん、ただ国産小麦でケーキ焼いてるってどうなんでしょうね、あんま聞いたことがないっていうか、やっぱ粉が違うから全然こう味わいが違うというんですかね、それでなんか他と違って美味しいと言っていただいたりもあります。はい、かっちゃんが、はい、宇宙人は予約するんですかね。宇宙人はちょっとと宇宙人と判別したことは今まで一度もないですが、もしかしたら予約されてる来てるのか、もしかしたらお客様の中に宇宙人が紛れ込んでいる可能性はゼロではないと私は思います。あ、メインブラック的な感じでもう人間世界に溶け込んでるのね、うん、宇宙人が。そうです宇宙人はもう人間世界に溶け込んでる宇宙人だったら予約されると思います。なるほど、ね、欲しかったら、はい、そうだね人間とは見た目分かんないしね。そうですね、まあ宇宙人ねいるんでしょうかね。ね
このかっちゃんの写真も宇宙人っぽいけどね。そうカットモさん、カットモさんの、はい、顔写真も宇宙人はい、ちょっとあのごめんなさい、ジャムニーとジャムネーの、ちょっとあの知っている人になります。はい、宇宙人の話、森川さん、そうですよね、もう汗汗ですよね。ちょっと宇宙人から離れましょう。離れよう。ひとパン、これかっちゃんが戻してるからな話は。ひとパン工房ライブ、インスタライブでなんで宇宙人の話をしないといけないですか。確かに、ね、ジャムニーが最初言ったからですよ。はい、そうですね。だって今日のテーマ何にしましょうからの派生だからね。そうですね。うん、